脇城は徳島県美馬市、脇町大技、脇町にあった日本の城。阿波九条の一つ、別名虎、福城。戦国時代に脇ゴンボリという人物が館を構えたのが始まりであると言われている。天文2年、三好長慶が築城し、三河守原則が旬語した。当時は西にあった岩倉城と合わせて阿波の西部を守る体制をとっており、 城の規模は岩倉城の方がやや大きかった。その後、武田信玄の伊母帝とも言われ、三好家家臣となっていた武田信玄が城主となった。1579年、長祖壁元地下が攻め寄せ、長略によって岩倉城の三高甲春と共に、信玄は長祖壁方に寝返った。甲春と信玄は暴略によって、三好方の軍勢をおびき出し、 これを脇城下で全滅させた。この戦いの後、再び、三好安永方に就いた。1583年再び、長祖壁勢が攻め寄せ8月に落城し、真剣と息子の信貞は、佐ぬきに逃れたが戦死した。落城した後は、長祖壁近吉が守ったが、天正13年の橋場秀吉の四国攻めに際して、橋場秀治の軍に屈して、降伏、開城した。 近代氏は、土佐に帰る途中で土豪の町伏せに愛戦死した。八塚家政が、阿波国の領主となると、四条軍阿波九条の一つと位置づけられた。家政は特には木城を重要視し、家臣団の筆頭である家老の稲田種本に一万国を与え、城代としておいた。稲田氏は、城の強化と城下町の整備を行い、脇の町は阿波西部の中心地として繁栄した。 しかし一国一条例により1638年に廃城となった。城山大地の西端、虎が寝ているように見えるので虎伏山と呼ばれる一帯が脇城市である。本丸跡は雑木林と化しているが中央付近にある直径2メートルの井戸は今でも水をたたえ、本丸東南隅の泉は小さいながらも水が湧き続けている。本丸の東には 幅6メートル、深さ4メートル、長さ42メートルの空堀がある。空堀には土橋がかけられており、土橋両脇には石垣が確認されている。二の丸、三の丸あとは二十歳となっている。麓の稲田市母大寺帝マ寺の西には城主の館があったが、現在では完全に宅地化している。町の中心街に残るうだつの町並みが、 脇町が城下町だったことを忍ばせている。ありがとうございます。